岸田です。子育て中の皆さん、子育てで楽をしてる。そのうちに、勉強して新しいスキルを身につけようではありませんか。子育てはちんたらやってどうせ暇なんでしょう。3食昼寝つきで大変だと言っていれば、子育て大変なんだねっていう風に思わせる作戦なんでしょう。子育ては楽ちんです。鼻くそほじりながらできます。私がそうでした。私は全く子供に手をつけずに、息子を育ててきました。で、今は勝利秘書官でございます。で、ヨーロッパに行ってもちんたら遊んでいるという。こういう風になるんですよ。いわゆる適材適所。ロスジェネ世代の、就職支援ができていない。これも自己責任。自分が貧しいのは、これは適材適所です。私のようになりなさい。岸田です。私のようになれなければ、それはもう適材適所、自己責任ということなんですね。賃金上昇に向けて、産休、育休中の学び直しをしてほしい。大体子育てなんて鼻くそほじりながらできるわけですから、それが私の考えであります。岸田です。怒らないでね。